矯正ストレッチング、これについてお話をさせていきたいと思います。矯正ストレッチングにおけるポイントとなる呼吸法、これについて解説をしていきたいと思います。足首のストレッチングを入れることで股関節も変わります。首とかも変わります。1個ストレッチングしただけで全体が変わる、連動性をつけることができます。足首を使った矯正ストレッチングを行います。ここでのポイントは2つ。もうこれ以上深くいかないな、そう思ったところで今度膝の屈曲を強めていきます。まず首の矯正ストレッチングにおいては大まかに2つ手技を行います。そして伸びた感覚が止まった時、そこから10秒、腰を使った矯正ストレッチング、ここについてのポイントは、キーワードは筋膜です。スポーツの競技パフォーマンスの向上や関節の柔軟性、重心の安定、バランスの強化、そういうものに一つ一つつながっていきます。矯正ストレッチングはいくつかポイント気をつけていただくことがあります。まず一つは